皆さんおはようございます。今日は2023年3月3日、現在9時2分になっています。今日から私のこのチャンネルですけどね、ポッドキャストで配信することができましたので、今日から毎日とはいかないですけれども、できるだけ継続して、配信していきたいと思います。話題がなければやらないですけどね。今日は3月3日、ひな祭り。私は既婚者ですので、嫁さん、女性ですのでね。ひな祭り。彼女もね、独身在家族で、三人兄弟で、二人は女性なんでね、いろいろ、祝ってもらったみたいですけれども。昨日は、何ですかね、ひな祭り、団子みたいなの買ってきてくれて、二人で三つずつ食後に食べましたけど。何かしら、記念日なりね、お互いの誕生日なり、ねえ、日本でポピュラーな行事の時には、いろいろと買、いろいろね、買ってきてくれて、七草がいとかね、いろいろ季節を感じておりますけどもね、その点では非常に感謝しております、私は。今日はそういえば、まあ、興味のない人は全然興味ないんでしょうけど、侍ジャパンシリーズっていうのがね、ありまして、まあ、WBC が3月8日、来週の水曜日から始まるんですかね。それに向けての走行試合っていうんですか？今日はだから侍ジャパンと日本のプロ野球のセントラルリーグに所属している中日との戦い、バンテリンドーム名古屋で、地上波ではテレビ朝日系列、関西は ABC テレビっていうところですけど、は7時4分から9時54分まで、まあ、プロ野球が好きな方にとっては楽しみな時間であり、嫌いな人にとってはまたかよって感じですけどね。この7時から8時の番組、従来やっていた番組、ねえ、なくなってしまっているという、もしくは深夜に回されているのかもしれませんけど。まあ、腹立たしいでしょうね。プロ野球ファンじゃない方はね。関西では読売テレビで今日はプリティウーマンがやってるみたいですけど、プリティウーマン見たかな？リチャード・ギアとジュリア・ロバーツ見たような気がしないでもないですけどね。というところで、今日はこの辺にして終わっておきます。それでは皆様、失礼いたします。